実用性抜群のベーシックな二つ折り財布。今回はポーターの二つ折り財布をご紹介していきます。上品なスタイルで人気のカレントシリーズの財布の仕様とお金とカードを入れた使い心地を見ていきましょう。カレントシリーズには凪のような穏やかな波を連想させる片押し模様の牛革が使われています。コンビネーションなめしで耐久性があって風合いの変化も楽しめます。サイズは縦が 9.2 センチで横が11センチです。厚さは 2.5 センチほどで重さは約 80g となります。カラーは4色展開ですが、ブラウンとアイスグレーの在庫が少なくて、ブラックとネイビーの2色がメインで販売されている感じになります。内装はこのような感じで、全体的にエンボスレザーが使われてますね。収納は仕切り付きの札入れがあって、見開きの左側にカードポケットが4箇所ですね、あります。その裏にハサミポケットとフリーポケットがあります。で、右側は奥からフリーポケットが1、2とボックス型の小銭入れになりますね。全体のデザインと仕立てもじっくり見ておきましょう。エンボスレザーで分かりにくいんですが、この縁ですね、ポケットの縁とかにこの横線、粘引きがされてますね。で、ステッチも均等で美しいですし、ここのとことかは革を内側に折り返して襟返しで仕立てられてますね。財布の角は菊寄せ技法が使われています。仕立ても全体的に美しいですね。内装生地にはポリエステル素材のジャカード織りが使われています。ポーターの文字がデザインされていて、光沢があって触り心地もいいですね。滑らかな質感です。札入れの仕切りの上には2センチ幅のレザーが縫われています。で、裏から見るとこちらは 0.5 センチほどで縫い代分だけの幅になりますね。変に曲がることもなくてしっかりしているのでお札も入れやすそうですね。ここもいいと思いますね。小銭入れのホックはイタリアのプリム社製が使われてますね。軽快に開閉できて安心感のある使い方ですね。見開きのデザインはこんな感じですね。上から見るとこのような感じで、下からだとすっきりした印象になりますね。で、畳んで、カレントシリーズはこの小さな金属製のプレートがロゴプレートが特徴ですね。で、裏と横からな感じになってます。それでは中身を入れて使い心地を見ていってみましょう。収納した量はお札20枚で10枚ずつに分けて入れてます。カードは4枚で小銭は20枚入ってます。フリーポケットには何も入れてないので途中でカードを入れて収納具合も見てみましょう。札入れの使い心地ですが、スタンダードな作りなので特に不満が出るっていうこともないかと思います。スペースも広いですし、出し入れも簡単ですね。で、横にも広げられるので見やすいかと思います。で、しっかり奥まで収納すると収納具合はこんな感じになります。こちらから見るとこの位置ですね。で、綺麗に収まってくれてますね。カレントの二つ折り財布は高さが 9.2 センチで、一般的な二つ折り財布に比べると5ミリほど短いんですよね。一般的な二つ折り財布は 9.7 センチになるので比べてみるとこのような感じになります。
その分スッキリとして持てるので個人的にはいいと思いましたね。お札を収納するときにしっかり奥まで入れないとはみ出ちゃうんですが、そこを気をつければ個人的にはこう思ったときですよね。こちら中身からですけど、この広がり感が収まってて非常に持ちやすいと思いましたね。カードポケットの使い心地ですが、一番上はこのように引けつかめばスムーズに取り出せますね。で、収納も簡単にできます。で、この中間のカードですね、縁との段差があまりないので指を入れにくいですが、掴んでしまえばスムーズに出せますね。収納は簡単にできます。で、一番手前も同じ感じで、ちょっと指を入れにくいですが、出し入れはスムーズに行いますね。この収納具合の高さが揃ってるのも綺麗でいいですね。フリーポケットにカードを入れてみましょう。まずこちらのハサミポケットですね。カードを入れてみるとこのような収納具合になります。表から見ても完全に隠れてくれてますね。こんな感じです。ホールド感もあるので簡単に抜け落ちるっていうことはないと思いますが、心配な方は駐車券とか一時的に入れるものに使うのが良いかと思いますね。で、その後ろのフリーポケットですね、こちら入れてみると、しっかり奥まで入れた状態でここで止まりますね。3ミリほど頭が出る感じになります。で、反対側ですね、こちらは完全に隠れてくれますね。口も広いので差し入れもスムーズに行いますね。で、小銭入れ裏のポケットはこのようにして入れる形ですね。こちらも奥までしっかり入って隠れてくれます。このような感じですね。取り出しもスムーズに行えるかなと思いますね。ちょっと奥まで指を入れないといけませんが、馴染めばこのように素早く取り出せるぐらい使いやすいかと思います。フリーポケットに2枚ずつカードを収納しておきましょう。このような感じになりますね。で、こちらも2枚入れて、で、小銭入れ裏ですね、もう2枚入れて、これで10枚収納できる形になります。こんな感じです。小銭入れの使い心地ですが、ボックス型なので中が非常に見やすくて取り出しも簡単ですね。なのでどんどん小銭を使って増やさないようにすれば厚さも抑えられますね。で、閉じるときはこのような感じで、小銭20枚であれば問題なく閉まってくれますね。たまに小銭が偏って閉まりにくいときは振って整理すれば簡単に締めることができます。あと、お札と小銭を同時に使う時の動線もスムーズでいいなと思いましたね。で、こちらでお札を右手で出します。で、左手はずらして右手で小銭入れを開けて、右手で小銭も取り出せるんですよね。右手だけでこのように探せて取り出せるのでかなりスムーズですよね。で、慣れてしまえば右手だけで締められると。なので左手はこのずらす動線だけですよね。右手が全部仕事をしてくれるのでかなりスムーズに支払いができるなと思いましたね。で、別のタイプですが、こちらはこの内側にかぶせを開くタイプですね。なので、まあ、お札出します。で、左手で持ち替えて左手で開けるんですよね。右手で開けると財布がよれちゃうのでこんな感じになっちゃうので、左手で開けて右手でも開けて、で、右手で支えながら小銭を探すって感じになりますよね。ちょっと手間が増えますよね。で、一般的な縦型ですよね。こちらもお札出します。で、
右手で開けるんですが、左手で開かないと見えないんですよね。で、右手で探すって感じなんですよね。なのでアクションが少なくて済みますよね。こちらはここもかなり便利かなと思いましたね。小銭を30枚にした収納具合も見ておきましょう。で、10枚増やして合計30枚ですね。収納的には余裕ですね。で、締まり具合ですね。綺麗に整理してあげればスムーズに締まりますね。特に問題ないです。お札20枚、カード10枚、小銭30枚入れた状態の厚さを測っておきましょう。見た目的には膨らんではいますが、収納具合が美しい感じがしますね。あと、このように乗せた状態で片側があまり浮いてこないのもいいかなと思いますね。一般的にはこのようにガバッて開いちゃう時があるんですけど、多分ここが長めなので、ここの中間の幅がその分開きにくく浮き上がりにくくなるのかなと思いますね。で、厚さです。で、軽く押さえて4センチほどですね。ルーズに見つくと 4.5 センチ近くいきますが、しっかり押さえれば 3.8 センチほどになりますね。で、 iPhone 14 Pro Max とサイズ感を比べるとこんな感じです。厚さはありますが、見た目が結構スリムに見えますね。いい感じかと思います。高級感を味わえる上品なデザインで、芯を問わず使えていいかなと思いますね。価格が 26,400円で、使い勝手はとてもいいので、スタンダードな2つ折り財布選びで迷ったらこれって感じですね。